おかえり学童系 YouTuber のイオピーマンです。今回は子供に感謝を伝えていますかというテーマについてお話ししていきます。学童保育に携わる方ならもちろん、それ以外の方にも楽しめる内容を意識していきたいと思っていますので、どうぞ最後までお付き合いください。子供に感謝をしてますかということなんですが、学童保育の生活の中で子供に感謝する機会って本当たくさんあるんですね。一緒に生活をしているので、宿題している時とか遊んでいる時とかに指導員と子供って学童保育の中でいっぱいいろんな関わりをするんですね。なので、例えばドアをね、開けっぱなしにしているドアを閉めてくれた時にはありがとうってやっぱり言う機会がありますし、一緒に遊んだ後のおもちゃを片付けた時とかにもありがとうねって声かける時もありますし、先生、指導員の話を聞いてくれてありがとう、サンキューみたいに声かける機会はたくさんあるんですが、それが全然ね、私の中でそれができていない時が多いなと思ったので、今回はこういった内容をお話しさせていただいています。実は私と一緒に働いている先生がね、片付けをしている子供にありがとうって言っているのを私が見て、お、これは素敵じゃんと、いいねと思ったので、そのことをね、自分はそんなに感謝伝えれてないなと思ったんですね。これはね、何かこう特別なことをしてもらった時はやっぱりありがとうって言いやすいですよね。やっぱりね、マッサージね、肩叩きをしてくれたらね、ありがとうとかやっぱり言いやすいしですしね、先生イケメンだねとか、かっこいいって言ってくれたら、あ、そらありがとうねってやっぱり言いやすいですけども、日常の生活の中にあるようなちょっとしたこととかに感謝とかありがとうってあんま言えてないなとか、何かこう落ちているゴミとかね、物を拾ってくれたらもちろんありがとうって言いやすいんですけども、そうじゃない時にしっかりと日頃、例えばちゃんとね、おやつを取りに来た時の順番がね、おやつとかね、取りに来る時にたまにこう列に並ぶ時とかがあるんですね、学童保育の中で。そういった時とかに、お、しっかり並べているね、ありがとうとかはやっぱり言えていないと。それは並べているというのが、まあ普通だというふうにこっちがね、思ってしまっている、順番通りに並ぶのは普通でしょと。なので、その普通のことができている時にあえてありがとうとかを指導員自身が、私自身があまり言えていないなというような気づきでした。で、ちょっとこの話をしている時にふとね、思ったんですけれども、子どもたちはやっぱりそういった大人ね、指導員の姿を見ているので、私たち指導員がそういった感謝を日頃から子どもたちに言ったりとか、子ども以外指導員同士とかでもね、ボールペン取ってくれたらありがとうみたいに伝えて会うということとかを生活の中で自然と子どもたちが見たりしたら、子どもたちの中でもそういった感謝を述べる機会って多くなるのかなって思いました。よく謝りなさいとか言ってね、ごめんなさいがこう言えない子どもにね、無理やりこう謝らそうとしても、なかなかその子ってごめんねって言えないかもしれないんですが、もしその子のお家のね、保護者の方ね、お父さんお母さんとか周りの人がごめんねとかね、よく謝ったりとか、そういった声を掛け合っているね、家庭とかで育った子ならね、もしかしたら素直にごめんねって謝れるかもしれませんよね。子どもたちは大人から受ける影響もとても大きいので、ごめんねってこう素直に言える大人が周りにいる、そこで育った子はごめんねって言えるだろうし、ありがとうも同じようにね、夫婦でね、ちょっと何かこう物を取ってくれた時にね、ありがとうって言ったりとかね、晩ご飯おいしいよ、私全然そういうこと言わないので怒られるんですけれども、そういった言葉をかけている夫婦が仲がいい家庭は、子供もね、いつもありがとうってその親にね、声をかけてくれるような子に育つんじゃないかなというようなところとね、ちょっと話も、無理やりつなげてしまいましたが、思った部分もあります。まあ、学童保育の生活の中で子供たちがたくさんいる中でね、そういった機会を意識しながら、
温かい学童保育を作りたいなというような思いもあったので、子どもにありがとう感謝を伝えていますかという話は、何か特別なこと以外でも普通にできているように思えることにしっかりと指導員としてありがとうって言いたいなと思った、私のそういったね話でした。はい、最後までお話を聞いてくださりましてありがとうございます。こんな感じで私が学童保育に対するねいろんな思いとかを今後も配信させていただけたらなと思っています。それでは失礼します。バイバイ。またねー。